あ、もしもし、カブさん、私、下ネタですわ。下ネタバズるもん。うん。下ネタバズるから。うん。学生とか、やっぱり所詮ガキが見てるんで、YouTube って。カブさんもイケメンじゃないですか。顔を出しちゃったら。いや、もう顔出しちゃったらガキ釣れますよ。本当に。僕の撮影5分で終わるから、まあ、構想次第で。だらけてても編集でカットするとごまかせるから。うん、挨拶だね。そう、今週は考えてる、ちゃんと。一応やっぱお金もらってるんで。ああ、考えといて。はい、じゃあ最低限の料理、大体臭い。で、今回ですね、渋谷に来ていまして、渋谷にいる男女に聞いて、セックスの時一番興奮するパンツの色をですね、検証していきたいと思います。これじゃダメだな。あ、ロケしてる感出るから、この方が。セックスをした時にどのパンツの色が、まあ、これはさっきも言ったね。やんなくてもいいよ。ね、交渉できる人見つかったから、はい、そのやらせって形でセリフは考えてるから、それを言ってもらうだけです。好きな態度を聞きますんで、そんなこと言えないですって言ってください。じゃあ僕パンツの色を教えてくださいって言ったら、やかましいわで出してください。この台本通りにやっていただかないと動画は完成しないんです。はい、せめてパンツの色を教えてください。やかましいわか、オチです。はい、じゃあ、好きな愛を教えてください。じゃあ愛を言えませんよ。いや、言えない。言えない。せめてあれだね、好きなパンツの色とか教えてください。やかましいわ。これで大丈夫だよ。落ちた、落ちたよ。ごめんね、こんなクソみたいな動画ね。てかさ、普通に考えてさ、こんなさ、いやらしい時をさ、答えてくれる人なんかいるわけないじゃん。これで稼いで、登録者が流れたタイミングでプレゼントコーナーすれば大丈夫だから。プレゼントコーナーすれば、もうプレゼント欲しいって登録するから。そういうこと。でもちょっと一句に相談しようかな。やっぱガキってあれなんだ、キチガイっての好きなんだ。いや、僕はやりたいこととかないから、別に。僕はガキが釣れて再生回数が稼げば、まあ仕事にはなるからさ。禁断さんは面白いからね。僕は面白くなくていいんだよ。面白くなくていいんだよ。じゃあ今度ね、またね、ネクストステージでご飯行きましょうね。あ、キータンの内容してて。キータンの、あの子可愛いよ、キータンちゃん。え、何歳、キータンちゃん。いや、唐揚げはいらねえって。だから、いや、キータンだって。いや、事務所のコネ使おうよ、そこで。いや、そのために事務所入ってくれたんで。なんでネクストステージに女がいないんだ。株でも稼いでるから、お金は大丈夫だから。じゃあさ、YouTube やろうか。昨日の動画再生回数いくつだったっけ。12000。1万2000までいった。はい、今、マックス村井とどっちが多いの。まあ、ちょっと多いですね。まだ僕の方が多い。まだ負けてないっす。あ、よかったよかった。牛丼屋で松屋って言う人、肉肉うるさい。ラマさん、今日待ってます。2017年12月に使ってますよ。使ってる、これ。いや、使ってます。なんか考えたの、君は。考えてないでしょ。申し訳ないっす。一句に相談してきたから、ちょっとやり方が変わるかもしれないけど、ついてってね。はい、こちら、いくら、大体赤い。今日の客はクラブ講座での真ん中で中二病になっていきたいと思います。大体捕まえるか、何を飛ばす。東京一のラブライバー、大体捕まえるか。声ちっちゃいっす、貼ってください。もう俺がラブライバーだ、大体捕まえるだ。いい家が取れた、いい家が取れた。これでガキが騙されるよ。関連に乗るんだ、これで。唐揚げちゃん、もう唐揚げちゃんでいいのかな。人生でこんな悩むとは思わなかった。俺、風俗嬢のラインも知ってるんだよ。AV 女優のラインも知ってるんだよ。でも若い子がいいんだ、僕は。ピンキーの妹も大きくなったんだ。くんちゃん、指10本ある。今日はね、リザーブ的なパンボッキーなのを思いついたんですよ。まずは、つべき指を準備してください。つべき指を親指と人差し指で挟みます。こうしたら、これ回ってるでしょ。回ってます。回ってるでしょ。爪にいがある0円コンテストで遊びます。すごいですよ、すごいよ。いや、回ってるじゃないか。いや、もう終わってるし、回ってねえし。なんすかそれ。回せばいいんだ。その3ヶ月以内にマックス村井を抜かす。
まずお前誰だよ。何歳でしょ。何歳。待って、やめてくれ、やめてくれ。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。お、映すな。ラファエルの顔がバレちゃいけないんだ。いや、もう遅えよ。カメラを止めてくれ。ダメだ、もうちょっとイケメンの設定でやってるんだな。顔が映ってるじゃないか。コンプレックスだったんだ。違うんだ、信じてくれ。ラファエルこのブツじゃない。